オラメル・ヒンクリー・ギューリックは、明治時代の日本で活躍した、アメリカンボードのアメリカ人宣教師。OH ギューリック、OH ギューリックとも表記される。実定、JT ギューリックをはじめ、一族は宣教師を多数輩出している。ハワイ王国ホノルルで生まれる。オアフ大学を卒業し、1855年にアン・エリーザ・クラークと結婚する。 1871年妻と共に来日する。1872年に京都博覧会に行き、京都で伝道しようとするが、挫折して神戸に移る。明治初期の神戸教会の男性会員、この中に村上、今村健吉、鈴木清牛陸宣教師がいると言われる。1875年神戸で、村上俊吉、今村健吉、前田太一らと共に、 日本初のキリスト教系新聞の71雑報を創刊する。1883年まで神戸で文書伝道を行う。1879年彦根で集会を行い、彦根教会の設立に関わる。1883年新潟で伝道していたスコットランド一ッチ長老教会の選挙委、T.A. パームがイギリスに帰国したので、アメリカンボードが伝道を引き継ぎ、 ギューリックと RH デイビスが派遣される。ギューリックはたくさんほらにパーム病院に入院しながらの伝道を依頼する。その後、ギューリックはアメリカンボードに派遣され岡山、熊本で伝道する。1892年に日本を離れ、ハワイに戻る。ハワイアンボードの一員としてハワイの日系人伝道に尽くす。1923年ハワイで没する。高橋2003年。 118ページ、ありがとうございます。